さあやっていきましょう。つむつむ7周年記念1日限定プレイし放題耐久レースということで、続いてクルエラさんですね。はい、 SG101 匹ワンちゃんです。このキャラね、なんか黒い髪なのか白い髪なのか、そういうミッションが出てきた時にどっちにも当てはまるのかっていつも悩むんですけどね。まあ結局使わないまま終わっちゃったりするんですけどね。そう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 、前回の動画でね、ルミエールの声の人がヴォルデモートの人と日本の吹き替えの人一緒ですわーっていうことを声高らかに言って、外したら恥ずかしいとか言ってたんですけど、合ってましたね。かっけえけど声な、引き殺してんじゃん、その感じに。はい。なんか、江原正史さんという方がですね、やってましたね。もうすごいですね。1953年生まれの67歳。もう今年68歳になるというね、まあまあな、ご高齢の方だったんですけれども。というか、その江原正史さんって方が、どうなの、劇団四季にも出てたのか。でも、多分劇団四季で聞き覚えのある声だなと、あ、ヴォルデモートの声じゃんって当時思った記憶があるんで、多分そうだと思うんですけどね。で、すげえな、地味にこれ背景も雪になるんだな。で、なんだっけな、あ、何の話でしたっけな、なんかね、広げたかった話があるんですけど、どうするしちゃったっていうね。何だったっけな、メーター、はい、メーター、カモノハシじゃないけど、メーター、でかいメーター、はい、クレラくん、雪、完全にあれですね。ワンちゃん追いかけてるね。101匹ワンちゃんって何でしたっけ？ダルメシアンの毛皮でコートを作りたい女の野望みたいな話でしたっけ？というわけだと、これ誰からも返事が返ってこないんでね。虚しいんですけど。はい。そんな話だったかな、101匹ワンちゃん。なんか、なんか映画をちらっと、ほんとに小さい時に見たことがある記憶なんですけど。一回もスターボーム出てこなかったね。辛いわー。でね、これ、ラストボーナスの時のね、タイムボーム出てきたところでね、何の意味もないっていう、辛さがありますよね。ということで、まあ、一個も出なかったんですけど、とりあえず30分以内に8個出せばなんとかなるんで、このイベントガチャも頑張ってクリアしていきたいと思います。ということで、江原正史さんの紹介でした。お疲れ様でした。